いや、なんか朝からやることあったんだけど、亡くなったから、起きてたんだけど、亡くなったんで、あの、<laughs> 配信します。<laughs> あんま眠くねえんで。ウロボルス高橋でもツイートしようかな。ウロボルス高橋でツイートしたら鬱陶しいかな。まあいいか。どっちもフォローしてるやつなんかケウだろ。ダメかな。1200人。 1100人だった。1100人が。キモって思っちゃうかもしれない。こんなやつが可愛い絵描いてんの無理無理。あ、無理無理。あ、無理無理の無理。ルロタカでツイートするか迷うな。プレッシャーかけるか自分にでも。眠くなるまでやろうかなと思って。サムネが パンツ全開のとこになったらまずい <laughs> それは大丈夫それは安心してください大丈夫ですなぜなら今がパンツ全開じゃないからツイートしちゃったんよし書こうあのねちょっと朝まで暇だったから昨日夜中明け方に配信終わってまあんぼーっとしたんだけど、まあ、ちょっとずつ 絵を進めまして、まあ、昨日の状態からは何も変わってないんですけど、あぶねえ、水こぼしとかあった、怖えなん <laughs> も変わってないんですけど、一応この <laughs>、ポンポンの裏、裏側を、ちょっと描いたりしましたね。ほら、ポンポンがないバージョンも、一応、差分として描けるように。あと、ポンポンがあるかないかで結構ね、その、表情、 輪郭、これで合ってるのかなって分かんなかったから、ポンポン邪魔で。まあ、メインはポンポンにでいくんだけど。一応、レイヤーを分けましたっていう話ですな。ちゅうことで、続きを書きます。サブンはそうなの、パンツサブンもあるもんな、そういえば。スパッツ脱がしサブ、エロサブンまでついてるおかげで。<laughs> 何 多分っていうつもりじゃないけど、その、ナオキがさ、見えねえとこもかけやって。言ってたから、一応俺もじゃ見えないとこも書くかっていうことで、ナオキの教えを信じて、ナオキが言うことは作れるわ <laughs> じゃあこの内側も描くシャツの裏側。シャツの裏側も描いた方がいいかもしれない。バンされないさすがに。 なんか今このポンポンの形があんま気に食わなくてさ今の状況バンされる可能性あるよな まあ、そんなのを、そんな感じなんで、ダラダラで。<laughs> まあ、おっぱいは描かないから大丈夫かも。肌色ぐらいだったら大丈夫でしょだって、ニコ、ニコ動画のランキングになんか、乳首だけシール貼ってある、MMD とかめっちゃ上がってるしな。あれが大丈夫だったら、まあ、大丈夫と信じたいけどな。もし俺がバンされたら言うよ。じゃあ、あれどうなんですかあれおかしいですよね。たまに。 つついついサムネイルでクリックしたやつのえこんな動画がニコニコ動画に上げていいのまさかどうせ釣り動画だろつっ,ったらほんとにちゃんとそのままだったりする動画あれはドワンゴにワイロをってるから <laughs> あれおかしいよな <coughs> なんでまあ朝ですけど平日の月曜日の憂鬱な朝みんなで打ち,打ち返してやりましょうそんな朝は打ち返してやるんですわおほほほお嬢様だどうもお嬢様配信者のスウおお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  いいのかもしれません。名を売るためには。我が名を売るためには。我が名は残月。叫べ、一号。言うとりました。ブリーチでも。例えば、すごいクオリティ高いらしいね。ブリーチの千年決戦編。1話しか見てないけど。 まず千年結成編をちゃんと覚えてないっていう問題があるよね。ソウルソサイティ編とかを今のクオリティで作ってくれたらめちゃめちゃバズりそうなのにな。やっぱなんだかんだみんなブリーチってソウルソサイティ編のイメージが強いと思うんだけどな。そういうわけでもないのかな。俺が一番見てたのはソウルソサイティ編だから、まあこれは完全に俺の好みなのかもしれない。 アニメメ完結したらリメイクとかすんじゃねソウルソサイティ編かまあアランカル編あたりがやっぱりキャラ人気はアランカル編が強いイメージあるな,なやってほしいよねリメイクね、まあ、アニメのリメイクって結構難しい相当昔のやつとかじゃないとなかなか起きないかな <laughs> アニメのリメイクって でもだってブリーチのアニメも相当昔でしょ言うてやってもいいんじゃないですかんそしたら見たいドラゴンボールでも数十年かかった。ああ<ー>ハンターハンターとかもやってたよなリメイクで言えば黄色いクヌギ玉描いてるみたいな気分になってきた 俺はもしかしたら今、黄色いくぬぎ玉を描いてるのかもしれない。この可能性が高い。もしかしたら。わずかな可能性だが、俺が描いてるものは、黄色いくぬぎ玉の可能性もある。むずくねポンポン描くのって。なんか俺が描いてるもんって違う黄色いくぬぎ玉ポンポンじゃなくて。うん。くぬぎ玉の色違いマジでこの色だよ。<laughs> 俺はくぬぎ玉を描いております。おはようございます。朝から。朝からくぬぎ玉を各配信に。ようこそ。くぬぎ玉好きだからな、俺結構。あの、あれがかっこいい。あの、進化が。名前忘れちゃった。フォレス、フォレトス。フォレトスマジで意味あがなくてかっこよくないあいつ。フォレトスのあの無機物感というか、すげえかっこいいと思うんだよな。 れは嬉しいです。朝からくぬぎ玉の色違い。ちなみにフォレトスも黄色くなる。へえー、そうなんだ。朝からくぬぎ玉の色違いをかけて嬉しいよ。俺は。幸せもんだ。ありがとう。くぬぎ玉の色違いを書か,かしてくれて。はい。えー、じゃあ、裸サブン作るか。やっぱエロアカウントもね、動かさなきゃいけねえからよ。 エロエロ差分すべてを色違いくぬぎ玉だけの差分もくれ <laughs> 色違いくぬぎ玉差分も作りますか でもさ、これでさ、肌の、裸の部分書いてさ、の違和感とか出てくる、今、ごまかせてる部分がご、ごまかせなくなっちゃうってことでしょ。それはちょっと嫌だね。<laughs> ふいふい、ふい、ふい。で、コート。ん エッチだね。<laughs> あれ俺これなんかラフなかったっけ。ののなか疑われそう。ラフなかったっけ？胴体の。あれ胴体のラフなあった気がするけ、ね、どどこかなかったっけ？消しちゃったか？俺。消しちゃったかも。 しちゃってるわ。しちゃってるわ。えー、ダメだ。気合で描くしかねロリの裸を。これちょっと顔も別パーツにした方がいいかも。今さ、レイヤー1個で書いてるのね。修正しやすいから。そのせいでもうすごいなんか、ぐちゃぐちゃ。 修正が楽だからレイヤー1個で書いてるとすげえ。修正しづらいわ <laughs>。修正が楽だからっていう理由で修正レイヤー1個で書いてるのに修正しづらいっていう矛盾ね。顔。どっちやねええー。上着。スカート。 これ何指か指結局レイヤーが分かれていくっていうん、えー OK、うんでえオッケー顔うんとどっちやねんですわ ちゃまっ,ってちっぱいでも俺が描くロリの体はムチムチになっちゃうからだめだよねロリ絵描きにふさわしくない。

気合せする子ってことでもロリってなんかやっぱあんまりその凹凸がないイメージあるよなロリキャラってでも二次元のロリだったら凹凸あってもいいのかな分からんあんまりロリ見ないからロリの裸も見ねえしな 本物見たことなないからな二次元でもロリだけは本物見たこ見れねえからなドアがいてもそれこそね大人の女性の体バチバチの体だったらねお金とか払ったら見れるけどロリに関してはお金払っても見れんからねあんま見たいとも思わないけど俺は,ロリ,キャラはロリキャラは好きだけど二次元のロリは あ、3次元のロリーは全然興味ねえからな。ルルルルルルスカートも消します。バランスを見ます。ああ、すんごいロリー。すんごいロリーです、これは。ドキドキ。 これは出てくる、だ出るとこ出るよあ。出るとこ出るってそういうことじゃなくてね、下ネタじゃないよ。で、へそは光るから、だいたい。指。ああ、こりゃあきまへんわ。こりゃあきまへんなー。 これに乳首つけただけで、BAN の不思議では。でも逆にここまでだったら大丈夫っていう不思議。それもそれで不思議。フ <laughs> ん <laughs> おはようございますあ <laughs> いや,、まあ、やっぱりね描かないとね裸からしっかり描いてあげないとかわいい女の子を描くにはそれこそが始まりなんじゃないかと思いますんでね私は。

TKB を描かないのはどうかと思うけどね、BAN なんて恐れる。イカ略恐れてたらダメつはまずいじゃあ自分で変えるわ、サムネ。まあ男性の乳首も YouTube ダメだもんね、結構。厳しいから。

ここ映んねんだけどな <laughs> ポンポンが来るからほぼん脇ってどうなるんだちなみに、このドローソフトはフォトショでいいのかしらいや、これはねあれ、あのー、名前忘れちゃったスクリースタ クリップスタジオ出す今年はむずいから使えないおいなんでこれああよし むずいな前に突き出してる手って肘きてここに肘が脇は脇にしてはちょっと変だな 脇にしちゃ位置が低い。ちょっと上着脱いでくれ。上着を脱いだ時に。ポンポンで隠れるところ。3まで手を抜かない作業。いいぞ。脇の書き込みでいいねが2倍違うからね。いや、それはマジである。どれだけはいい脇を書けるかで変わってくる。正解を。 俺はだからい,い脇をかくって決めてるから上着おい見せてくれ誰か俺に脇見せてくれる美少女いねえか な感じ無地マジでお気がでボサボサなおっさんだけど私の見るあいいよ見してこのポーズとってじゃ送って俺に <laughs> やっぱねおっさんだろうがなんだろうがね参考にはなるからね いかんせん脇毛だけ剃ってもらえると助かるんだけど。 脇って書いたことねえな、ちゃんと。と見ようか。女の脇。呼ぼうかな。女、うちに。えー、脇。女。<laughs> 手を前に伸ばしたら脇ってどうなるんだろう。脇、こ腕を上げてるときの脇はわかるけど、手を前に伸ばしたときの脇を教えてほしいな。 手をの前に伸ばした脇の女いねえかな手を上げてんだよなみんな。脇、女の脇。違うね手を前に伸ばした状態の女の脇を見せてほしいの。それで調べると、たまに脇が手術のグロ画像出てくるから、気をつけああ、それ怖いね。いや、チアリーダー、チア、チア,チアリーダーで検索しよう。 あるでしょ、ね、ポンポンを手に前に持ってきてる脇チェアリーダーこそ脇見せてくれてそうなんか見たことあるもんねこうイエーイみたいな手を前に持ってきてイエーイみたいなそれでうまいこと脇を写してる画像を探しに行こうッマークイ気づいた 声優の脇 <laughs> 声優脇。声優の、女性声優の脇。よーし、さらすぞ。動画じゃん。あ、の動画の方がいいかも。BAN <AM>。田所和さ伊藤美久わミックわあ、美空の脇。なるほどね。 あ、近いんだけどな。近いけど遠い。もうちょっと開いてほしい。あいい。見つけた。<laughs> 見つけまぴた。ナイスアカウント。腕が。誰が 何のために運営してるんだろうまあ趣味でしょうな完全なるでも案外脇って脇って案外むずいな脇のこのなんていうのパーツここにあるなんか塊みたいな 俺のイメージでは脇ってこうまあ胸がまあこうこうあって胸が小さいながらにもあるとしてた時にでも脇ってこの胸とねえがりのイメージあるからこういう感じかと思ったけど。 二次元だと多いな体の向きだな何より中心ががっつり横向いた後にこっちに向くっていう手だからいやまあでもこんなもんか OK ああ うんこんなもんだろよしいい感じなのではいい感じなのでは違えた書き方が下手え、A 初めて書いたんかってくれ 書き方下手だ俺うん、うん、で 光が当たってるとしたら、こう、胸の、胸側には、当たっていることにしよう。う顔周りに、顎の影は落ちるもんね。 お腹の周りの影ってどうなるのわかんねえや。か適当で。ウルトラマンみたいになってきた。まぁ、あ、別に胸もそんなに。へその上に一本線が入ってると良い。その上に一本線が入ってると良い。どういうこと へそは光るからなへそは発光するって。俺は知ってるから。結構上まで。結構上まで。へえなんで。 そういういもんなの女体ってへそは光るし線は入るのかなさっきさ YouTubeYouTube の邪魔あ腹筋の線ってことね YouTube のおすすめでさあのチカッとチカチカが出てきてさ あれのなんだっけ名前忘れちゃった。かぐやさまは小倉スタイの一期かなんかの特殊エンディングのそれが4年前とかの動画で何年前だっけな投稿日が3年前だから4年前ってなってて俺引いちゃったのよ。ええー、っマジでと思って。 4年前 !4 年前と思って超、全然最近のイメージだったのに、もう4年前らしいです。それがもう怖くて怖くて俺は今、さっき震えてた。そんなことがあっていいのか許されるのか のせいで俺は今、テンションが低めです。悲しいから、俺はこの4年間何してたんだろう。ただただ、ダミーを貪ってるだけで、俺は何をしていたんだ。つらい思いになったんで、やめてほしい、出てくるの、おすすめに。二度と出てこないでほしい。 よしこんなもんだろちげえやもっとこっちの父下だ影だって右の父上がってるもんね腕上げてるからこうかもうちょいで あレイヤー間違えレイヤーをう,う間違えるうめんどくさうこれでうまいことごまかします顔でかくねこうやって見るとやっぱレイヤーを分けた方がめんどくさいじゃん <laughs> そんなことはない 修正しやすいの一個の方がこりゴシゴシ修正できるからこっちがいいのあれどのレイヤーだっけってなんのが嫌なのよしオッケーエサ光りすぎじゃない そんな,光なくていいんですけどでもちょっとは光ってほしいっていうわがままよし OK うん。これでまあさすがにそろそろ書くかなんでじゃんけんさせようとしてんだピカピカピカリンじゃんけんオンキュアピースにや,やらせてくれそれはその担当はキュアピースだろ。 じゃあ、線画するか。もう、修正するとこないもんね。やだなぁ、したくないなぁ、線画。したくないから、ちょっとずつずっと、修正できるとこないか探してるけど。もう完全に出来上がっちまってる。ここまで来たら。これで完成でいいじゃん。これ色は別に塗るんか。 こっちかでいいじゃんいいじゃん色は別に塗ってどういうこと戦後の後にあそう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 これはあくまでラフだからねだからこのパンツ姿が見られるのも今だけでだ。 なんか脇おかしい。おかしくはないか。眠くなってきた。 ちょっと風呂入ってくるから、あとは一人で頑張って。お、サンキュー。お疲れ頑張ります本日はみんなに、私のとってのコーラを、聞かせてあげちゃうよ。 どーとぜんとくられちゃったぞ、どうおしようどうしろと。バース降りてあるいったらうしろからいきなり。どーとぜんのシチュエーション、どうおしようどうしろと。みあれはみんなが憧れのプリンスチュワーン こうか。こうか。<laughs> シンプルな暴言。えー、誹謗中傷ですね。それは。まあ、訴えもしやといったところでしょうか。今ね、そら簡単になったのでね。気をつけましょう。誹謗中傷。 そんな簡単に訴えられるのかな。でも、なんか結構あるよね。最近、この VTuber とかの問題で対応しますみたいな。 厳しくなったインターネットは使い方が難しくなってきてるどんどんインターネットのみんなうまく付き合えてますかインターネットと俺は承認欲求がやまないせいでなかなかうまく付き合えないで言います止まりません人間の欲は よし、じゃあ、画するか。スカート脱がしてると、ちょっと、いかがわしい感じするから。ちゃんと着せてあげよう。したくねえよー、線画。線画と色の塗りがこの世で一番嫌いなんだから。<laughs> <laughs> これで完成でよくねーんー、もう、これで完成でよくなっちゃってるもん。 心が。逃げようとしてる、心が。叫びたがってる。これぐらいアップにしないとバレねえじゃんだって。こんな顔わかけないよ。線画で。正直な話。ただなんか顔が、横に長くね。このせい、ポンポンが邪魔で分からん。 気持ち長い気がするなほんのおりほんのりのりをこのお土産のふ人をちょっとだけ詰めたりさせてもらってもよろしいだろうかぴょん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 。ピ これぐらいうん <laughs> 詰まりすぎちゃったかなえ、でもこれぐらいかな前のでも十分だったかな ?1 週間これぐらいマジで分からん。 うん、こんなもんかなうんかわいいと思うう,んうん、うん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 眉毛もね変な角度してるから変えないといけないけど今はレイヤーが一個なんで変えられない あとでどうにかして変えまーす。 とい,い <laughs> ラフが良すぎてこれ以上進みたくないこんなかわいいラフ人生で初めて書いてますなぜこんなかわいいラフが書けるんですか僕は ラフだけです。 よし。線がしたくね顔もうちょっとだけ。角度変えようかな。なんか何が正しいのか分かんなくなってくるな、ここまで来ると。何が正しくて何が正しくないのか。何が正義で何が悪なのかが。 本当に分かんなくなってくる。顔ちょっと角度つけた方がかわいい可能性もあるが。 首が長い気がしてきたえー、まで普通の絵だと思ってたのに可愛い,いと思っていたんだが。 指が長く見えてきたぞなぜだ自分を信じろ大丈夫だお前はお前はかわいいぞただ今自分を信じられない状況にいる 首があまりにも…えこの絵だと首って…どうなるのが正しいんだ 今何を書いてるか分かんなくなってきたぞマジトゥ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  blablabla <tune> agh <tune> 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 こんな感じかそうだねこれのが違和感あー首の付け根なんか <laughs> あ<ー> <laughs> 合あってんのが合ってると思うけど合ってなく見えてきた いや、大丈夫だと思うけどなーもう、わかんないときはわかんないってことにしよう。スカートの影でねと。もいっか。俺の線が増え影裏そんなもんだろ。たぶん。スカートって。<laughs> なるほどね。エロエロモードが見れるのは、ここが最後です。 皆さん、サブワン有料です。ここから先。残念ながら。うんうん、上着だけ脱ぐ。スカートだけ脱ぐ。腰回りがいいね。いい腰回りをかけてる気がする。足がかいい。ね、み。 でも今日寝たらまた昼夜逆転するぜ何にもしてない生活が長時間続きすぎる違う絵描きてな飽きちゃった <laughs> この絵描くのに飽き始めちゃった飽きつつ R この絵 千画ぐらいしてやるか。しゃあねえから。パチ屋行ってなくて偉い。パチ屋行ってなくて、めっちゃ、え、偉い。 信頼いいないね、今日は。あるとしたら来週毎週月曜日行ってたらマジで金持たなくなっちゃうからさすがにいかんよ。てか今マジで金ないし。え今正直絵描くモチベーのが高いから絵描いてるだけ。簡単な話。 マジレイヤー間違えてます先生レイヤー間違えてますで俺はシンプルに自分のモチベが高いものに近づくだけなんで そそれこそパチンコの持ち上が高かったらパチンコへ行くし、絵描く持ち上が高かったら絵描くし、ゲームやりたかったらゲーム実況やるしで、ね。俺本当に自分の欲望に忠実に生きてるだけだから。<laughs> それだけ。わかりやすい人間なの。 モチベーションの問題マジでよしやるかせんがしたくねえな。 今が可愛いんだもん、一番。絶対。これで完成でさ、もうアップロードして、落書きってって、アップロードしてさ、また別の絵描かないそれが一番平和な気がしてきた。うーん。 なんかこっちの方がポーズかわいいな。そんな気がしないなんかこっちはジャンプしてる感じがこっちは元気な。まあどっちも一丁いったんだな。なんかやっぱ体がくねってる感じがこっちの方がかわいいな。なんか。そんな気がしてきた。もうちょい上半身、反らせようかな。 でもこれ以上上半身反れたら、もげちゃうよね、たぶんね。上半身が。ちゃまの上半身がもげてもちょっと一回やってみようか。一回やってみた。実際に、やってみた。そういうのがいいってなんだったら、気にするし。簡単な話でございますよね。 イーンこんなん胴体もげ散らかしてないあでもこっちの方がかわいい気がしてうわーまじでわからん沼に沼こっちの方がかわいくね比較しよう そうなってくると上着ちょっと長いの修正しないといけなくなるなここのとこ2つ2だけど修正しとこう ってい,こかいやでもこれちょっと無理があるか体勢にいやなんかこっちの元気な気がしてきたなどう上半身がもげもげちゃ鼻水が出てきた大変 上半身もげ散らかしモードなんかやっぱ体が角度ついてる方がかわいいのではブイーン残像よっすよっすなんかこっちなんかキャルーンって感じがしてかわいいかも うぅ<スキー>いや無理がありすぎるポーズに痛そうと思われちゃういやそんなことないかなそしたらもっと肩下げなきゃいけなくなるよね多分 で腰の角度が変わるようになるでそしたら全部全特化しなきゃいけなくなるわこうなってくるともっと肩下げて動いたりていいんじゃいやー言うな肩をかっつり下げて下げすぎやあうー わなんかすっげえよく見えてきちゃったやべえすっげえよく見えるのが一番やばい動いてる感あるよなすっげえよく見えちゃいけねえんだよなこういうので。 なぜかっていうとなんか修正がクソだるいからえやりすぎじゃないさすがにこれはこれかこれかそれも、差分にしようぜいやーやりすぎ感はあるなー いや、これはサブにはできん。だってもう全部ポーズが違うの。ちょっとなんかこう、うん、うん、違う。いや、でもこれを斜めにしたときとかにさ、さ<あ>こう、こうしたときとか。あ、これめっちゃいいー <laughs> <laughs> あークソい,いいかもしれないなんかあんま、あんま、あんんかほぼ同じだった。なんか、えあ、角度といたらほぼ一緒だったわ。あ、なんだえそんなことある あんだけいじって角度変えたらほぼ一緒ってことあるあるんだえー、あんだけいじって角度変えたらほぼ一緒なのおかしくない <laughs> いじったよね俺。ちょっと待って並べて表示したいな結局最初が正解ってことか これかちょっと待って、これ並べて表示できないのかなけどなんかね、動きが出た気がするんだよな、こっちの方が。そんなことないいやなんかこっちらが動き出てる <laughs> 気がする。コントラポスト。ねえ、コントラポストできてる気がするんだよな、こっちの方が。 ガシガシ。体動いてて。コントラポストってるよね。コントラポストっていう、こう、なんていうのあるのよ。コントラポストっていう。コントラポストが、こっちの、後半の方の方が、いい。コントラポストが。コントラポストってる気がするんだよな。 ななんか、首長くなったコントラポストなんだよこれマジであるのよこのコントラポストっていう人間がいてさなんかその映える立ち方みたいなのがあんのこう人間がいて普通の人間まあ映えないのはスってる、ね、こう映えない人間はこう立ってるわけ 普通にね、肩と腰の位置がこう平行なんだけどコントラポストっていうのは違う肩と肩こう肩があってこうこういう体をしてる何が違、うん、肩のラインと腰のラインがこう逆を向いてるというかこうしてるとなんかね立ち方にただ立ってるだけでも かっこよく立って見えるみたいなそういうのだった気がするコントラポストって確かただピャって立ってるだけでもこうやって違うじゃんかっこいいじゃんっていう話なのでこっちの方がコントラポストが効いてるのよね なが言って何アプライドフォースってそんな直樹かっこいい膝畳みなん使えんのすごくねだからこっちの絵の方が最初の絵よりコントラポストが効いてるのよひねりとかの問題でね これちょっと比較したいなどっちも保存して並べてみるか。簡単に比較できる方法ねえのかこんなことしねえで。えーと。 いいす名前の付け方が毎回バラバラだからどこに保存されてるのかがわかんねえなんで毎回バラバラな名前の付け方統一しろよアンダーバーを付けるか付けないかみたいなので これが最初のやつだうわあなんかでかくなっちゃったこれが1個目あなんでこれうざ勝手に長くなるのなめるなあまり人間を 道具でしかないのに、パソコンなんてもう。でこっちが二つ目。なんで君は？違いまあわかんねえかな。なんか胴体伸びてんな、左の方が伸びてる気がする。 じゃ分かんないです。<laughs> 寝よっかな。寝たら分かるかも別に普通な気がしてきた。全然。何にも悪いことない気がしてきた。一,一番一番大だな。それこっちの肩下げたらいいんじゃね 顔以外をこうするだけで全然変わりそう、印象。んなんかわかんねえや。何がだ,ろうだから正しくない気がしてきた、全部、すべてが。 何が正しくて何が正しくないのかが、本当に分からなくなってきた。何が正しくて何が正しくないんだ、この世は。 こういう影はわざと股間に挟まないとできないらしいけどできるってことで許してくれや。 雨降ってんだ雨降ってるぽートがする気がする。せかな鳩が窓をつついているか雨が降ってるかのどっちかだと思うが。 よしこんなもんかうんこれが正しいありかたなんじゃないかな彼女の,のなんか頭でかく見えるんだけど気のせい なまじわかんなくなってきた目が固まっちゃったんだたぶん掘り固まっちゃった目が小さくしたらや体になる顔がスタイルがいいってことまだ胴体長いのかなもしかしていやでもそんなことないよだって俺体吐いたもんねちょっと胴体長い顔クソでけえけど 大丈夫かケツのデカさに胴体のサイズが合ってねえかもしれねいケツがデケイのかもしれねいケツデケイな <laughs> これケツがデケイわみんないやでも二次元ってこんなもんだろうケツデカいだろう上半身に比べていや上半身に比べてケツがデカいな まあでも俺の趣味だなぁ、このケツのデカさに関しては昔もあの、いくちゃんとももこ、ケツでっかく書いたしな、これぐらい。<laughs> そこに関して、で顔がちっちゃくねこんなもんか、ロリキャラって。ロリキャラ書かなすぎてわかんねえわ。正しいが何かな何なのかが。<laughs> リキャラかかなすぎてわからないっす正しさが正しさとは胴体。顔でかい気がするルルルル 来,てないから来たらそうでもない。来たらそうでもないか。こんなに細くないのかな実際は。<laughs> へその位置かなへその位置にちょっと言うわかんかなもうちょいどうやって詰めてもいいのかなマジでわかんないか、やめよ。 寝よう。というかもう寝よう。<laughs> マジでわかんないからよくないわ詰めていいよ詰めていい長いってこと いや、こんなもんだと思うけど、そうでもないのかもしれないし。うん、キュン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 。わかんない、キュン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 。ま、肩が手前に来てるから別に肩幅が狭いってわけじゃねえんだよな。こういうもんなんだろうなって思うんだよな、俺は。肩が前に来てるせいでちょっとだけ錯覚、目の錯覚で、あれに見えないけど。 マージで分からんから。<laughs> 頭がずっと見てるから。頭がおかしくなってきちゃったんで、やめまーす。もう寝ます。眠くなってきた。普通に。すまで、起きて、見てよかったら、完成です。<laughs> 起きるの明日になりそういや、さすがに今日、今からだったら夜だな。8時ぐらい。 8時から9時ぐらいから10時やで11時でしょ、まあ、10時間寝たとして、まあ、9時ぐらいだよねやっぱりそんな感じです以上ありがとう付き合ってくれてまた分からなくなったらみんなに聞きますお疲おれ様でしたおつ ありがとうございました。